こんにちは、けいそうです。今回は秋を代表するかわいいお花、コスモスの描き方をお届けします。今回の絵手紙では、お花は輪郭線を描く光緑法で、葉っぱは絵の具だけで描く木骨法で描きますよ。使う絵の具は吉祥の顔彩24色中9色です。筆は面相筆、作用筆、筆ペンを使いました。はがきは化繊紙、にじみの少ないものを使います。まず面相筆に黒を取り、筆先を整えます。お花の中心を点々で描いていきます。このように丸く点々を打ってください。そして花びらを描く時の目安となる均等の8本の小さな線を入れてください。コスモスの花びらは8枚あります。この小さな線を中心に置いて、1枚1枚花びらを描きます。この小さな線を描くことで、花びらを均等に描くことができますね。そして花びらの先端にはギザギザを入れてくださいね。このギザギザを入れることで、ぐっとコスモスらしくなるんですね。こちらには少し上を向いたお花を描きます。手前の花びらは小さめに描きます。そして先ほどと同じように、こちらも手前なので小さめに描きます。この手前の2枚は裏側が見えています。そして奥の花びらは長めに描きます。このように前後に差をつけることで、上向きのお花を表現することができますね。こちらには少し左上を向いたお花を描きます。先ほどと同じように8本の小さな線を入れて、均等に花びらを描いていきます。少し左上を向いているので、右下の花びらは少し短めに描きます。このように花びらの長さでお花の向きを表現することができるんですね。次につぼみを小さな丸で表現します。周りには額を8枚入れてくださいね。ここには横向きのつぼみを描きましょう。まず額を描いて、そして中を後から描きます。よく洗った面相筆でオードとクリカーチャを絵皿で混色します。お花の中心部分の下側に塗ります。そして残りは水筆で上に向かってぼかしていきます。こうすると少しお花の向きが分かりませんか。よく洗った面相筆で胡粉をたっぷり絵皿に取ります。そこに紅梅を混色します。薄いピンク色を作ってください。さらにその横に紅梅のそのままの色を置きます。この色で花びらを塗っていきます。筆先をこのように花びらの外側に向けます。まず筆全体に薄いピンクを含ませたら、筆先にだけ紅梅を取り、そして筆の腹を中心に向かって押すようにして塗っていくと、このように綺麗なグラデーションができます。もう一度言いますね。筆全体に薄いピンクを含ませたら、筆先にだけ紅梅を取り、筆先を花びらの外側に向けて、中心に向かって筆の腹を押すようにして塗っていくと、綺麗なグラデーションができます。このようにして全ての花びらを塗ってください。このコスモスの花は他の2輪に比べて淡い感じの色に仕上げたかったので、ふんわりと塗っています。さらに色をなじませるために、水筆で下に向かってぼかしていきます。水筆というのは水だけを含ませた筆のことで、作用筆を使っています。絵皿のピンクにさらに紅梅を足し、先ほどよりも濃いめのピンクを作ります。この色で上のコスモスの色を塗っていきますよ。筆先を花びらの外側に向けて、このように途中まで塗ります。そして水筆で下に向かってぼかしていってください。
少しだけですが、先ほどのコスモスの花よりも色がちょっと濃くなりましたね。下の2枚の花びらは裏側を見せているので薄めのピンクを塗っておいてください。さあ残りの1輪は先ほどと同じ濃さのピンク色で同じように塗っていってくださいね。花びらの外側半分にピンク色を塗ったら、水筆で下に向かってぼかしていってください。よく洗った面相筆で紅梅を取ります。今度は内側から塗っていきますよ。筆先を中心に向けて途中まで色を入れたら、水筆で外側に向かってぼかし、最初に塗ったピンク色となじませるようにします。一番最初に塗ったコスモスは外側から内側に向けてピンクの薄いグラデーションができましたね。こちらのコスモスは内側から外に濃い色から薄いピンクへのグラデーションになっています。同じピンク色ですが、このように2種類のコスモスを描いてみました。よく洗った面相筆で5分を取り、最初に塗ったコスモスの内側から外側に向けて5分をこのように入れていきます。外側のピンクとなじませるように塗ってください。この2種類のコスモスの差がはっきり出てきましたね。次に胡粉と若葉を絵空で混色してごくごく薄い緑色を作ります。この色でつぼみを塗ります。全体に塗るのではなく上3分の2ほど塗ってください。続いてウグイス茶緑を取り、残りの下半分に塗ります。こうするとつぼみが立体的に見えてくるでしょう。続いてエンジを取ります。ティッシュで筆先を細く整えたら、ピンク色の濃い方のコスモスに花脈を入れていきます。スッスッと花びらの真ん中ほどに線を入れてくださいね。続いて筆をよく洗ったら紅梅を取ります。今度は薄い方のコスモスに花脈を入れてください。次にウグイス茶緑を取り、上のお花の額を入れます。続いてウグイス茶緑と若葉を絵皿で混色します。そして筆先を少し平べったくさせたら、このように茎をスーッと塗っていってください。このように筆先を指でちょっと広げます。そうするとこのように適度な太さの茎を描くことができます。次に面相筆で青草を取ります。この色でつぼみの周りの額を塗っていってください。次に絵皿の緑を使って葉っぱを描いていきます。コスモスの葉っぱは写真のように細く枝分かれした形になってます。なのでそのように描いていってください。一本一本最後に筆先を払うようにして描くと、このように葉っぱをリアルに描くことができます。絵皿の緑に青草を追加して一段濃い色にします。そして同じように描いて重ねて描いていってください。
動画を撮り忘れたんですが、面相筆で線香器と5分を濃いめに混色して、お花の中心の茶色の部分に点々を打ってください。続いて青草を取り、そして茎の右側に影の線を入れていきます。エザラナナカのピンクを使って、上のお花の花びら2枚の裏側に紙脈を入れてください。実はこの部分、絵の具で汚してしまったので5分で消しておくことにしました。面相筆でウグイス茶ろくを取り、つぼみの中に筋を入れておきます。はい、ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。コスモスの葉っぱがなぜこんなに細いのかご存知でしょうか。コスモスの原産地は南米メキシコです。いつも乾燥した強風にさらされる土地でした。そこでコスモスは葉っぱを細く小さくすることで強い風と乾燥から身を守っていたんですね。こうした自然の順応性にいつも感心させられます。そこでこんな文章を入れてみました。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録といいねボタンをお願いします。またブログ、さわやか墨彩画教室では、 YouTube で語りきれなかった画材や墨彩画についてのさまざまな情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。